おはようございます。今日はアーティの復刻なのでガチャ回しに来ました。このダイヤ数で足りる の, の, 命の知らないけど本赤は持ってるから自宅で回したいんだ。ベルフリンで可愛い。その光がこれからもあなたの道を照らしますように。さあ、堅苦しいのはこれくらいにしましょう。上皇様、アーティを勧誘してください。今日は私にとっても大切な日なのですから。この子の喋り方好きだな。かっこいいのとかわいいを兼用で持ってる神様ですよ。早く回してよ。10連目爆死。20連目爆死。30連目で来た。ガチャオンないんだぜ。簡単に来るわけないでしょう。オリビエでしたね。40連目も爆死ですね。リリースするゾーン。50連目も爆死。見事来ませんでしたね。せっかくさっき貯めたのに使うなんて。まあまあ、100連でもしましょうよ。1時間無駄になるよ。まあまた貯めようぜ。そんなに集めるのが簡単なら苦労してません。まずは祈りの泉でダイヤもらうよ。ダイヤないじゃないですか。何でもありません。ガチャ回しに行きます。出現率アップだからね。アーティさん、私たちの元へ来てください。10連目来たのでは。来た。この手が汚れて見えた。エキサバなら10連目なのかよ。罪深いこの手でも守れる未来があるのならやらないと。今度こそ守るための力で戦いを終わらせるために。よかったね、ダイヤの無駄遣いしなくて。早速アーティ設定するよ。あ、いらっしゃいませ。人見知りな子好きだな。それあなたもですよ。この曲も神だから嬉しいな。レベルリンクに設定を。進化で整理するよ。紅属性なら洞窟でドレインつくね。カウンタに強くなるぞ。性能抜群だよね。回復量も。ではまたね。